攻撃もね、実際にもうアメリカ事前にしてたんだ。もう 100% してますね。そうだけど、アメリカの世論8割参戦だから、必要だったわけ。911みたいなことやってるの前から。だからそうそう、グランドスロップもそうだけど、ね、先言ってる、そのモーゼスのところで分かりやすい例だけど、ああいう実験を捏造して歴史を操ってる連中いるってか。捏造して。あの、まあ、モーゼスが僕は別にしてね、確かに昔のね、あのいろいろ、まあ、そうだギリシャもそうだったけど、ご神託を受けるっていう有名な、あ、名前何て言ったかって、あとまた教えるけど、あそこも最近さ、死者の霊が出てくるシステムが見つかったの。あの上から吊るすシステムできたの。フックができて、でガラ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 ってできて、2階構造になってて、それ、あの紛争したやつが出てきて、その前にちょっとアルコール飲まして、こういう状態になって、これが出てきて、死霊とかあの、要するに死んだ霊と会話するっていうね、あったんだけど、それ宗教にそういうさトリックが随分使われたっていうのは、それはね、僕は宇宙人に拉致された人いるじゃないですか。宇宙人に拉致、あれは CIA 人に拉致された。 CIA 人、あ、いや、で、そう、あの、いや、それが宇宙だったという人をうまく思とわせるような仕組みでやってた。あ、そこはもう懐かしい、もう全く同じ件で、昔からその技持ってるのあの人たち。あのさ、どう考えるのマインドコントロール、そう、ね、グレータイプがさ、これをしながらさ、はい、まあ、あの、なんて言うんだろう、だってあの呼吸器装置持ってないんだからね、うんうん、要するに星だったらここ来たらさ、もうバクテリアからウイルスからいっぱいあるわけでしょ。なのに地球の空気吸ったって平気なわけで、こいつ違うだろう。あれね、いや、あの、アサシンっていう言葉はご存知？英語でアサシンって、暗殺者。ああ、はいはい、あれの由来知ってる？あ、いや、俺聞きたい。あのね、ハシッシュっていう言葉あるじゃん、ハシッシュって、うん、あの、大麻の、ハシッシュ、あの、エキスね、ハシシンから来るんだよ。おー、それが元か。で、何したかっていうと、若い男をこう頭にパーン打ってね、うん、で、いっぱい食べさせるの、ハシッシュ。いやー、すごいハイ状態で、なんか楽園で目が覚める美女がいっぱいいて、うん、いや、どうぞブドウって言ったらね、あの、取り下がって、本当にいい人だね、ね、で、あなた死んだんだよと、うん、これが今、天国にいるんだよと、ね、うん、ところが、うん、もう一回地球に戻ってほしいんだよ、うん、で、このちょっと一つの頼みがある、それやったらまた戻っていいよって、うん、こいつを殺してくださいと。で、王様でも誰も殺しても、別にその後自分が殺されてもいいのよ。だってもう天国確実に確認してるからって言って、もう一回席を確保してあるから、何やろうってわけだ。そうそうそう、それで、あの、やつだ、中近東の王様、あの、恐怖の支配が鍵のそのグループはアサシンなんだ。そこからその言葉の由来。あ、なるほど、面白いな。ということはこれ、昔からやってんだ。そう、だ結局、うん、あの、僕もこういうことを言い出してからさ、うん、暗殺未遂、毒殺未遂、それから気違い扱い、ブラックリストね、あの、周りの知り合いの人みんなにこう来て、うん、あいつは最近気違いになって、それ僕にも実際に頭を狂わせる薬飲ませようとするとか、やっぱりこれは、うん、昔から王族はね、普通の王族ほら必ず毒味いったぐらいでしょうね、うん、そうだね、あの、で、それをずっとやっぱり感覚違うわけ、その、そう、そういうレベルの感覚全然ないよね。いや、違う、うん、で、ヒトラーだってさ、今まで、あの、ヒトラーの骨だって言われたやつがロシアずっと持ってたやつが、あれ、全然違うの。あれは結局、ソ連崩壊した時に全部燃やされて、灰と混ぜられて、あの、川に投げて、あの、ポリスタ、もう捨てられたの。なぜかというと、ヒトラーが潜水艦を逃げたのよ。そうでしょ。で、アルゼンチンに逃げて90代まで生きてたのよ、あれ。記録結構あるんだってね。それで、うん、もっともっとね、それ、あの、ヒトラーを暗殺する計画あったじゃないですか。はいはいはい、でそれで1000人以上の、うん、ドイツ軍が死刑を受けたわけ。で、そのトップはフナリスだったわけですの。どこからなっちゃったっけ。なんか、で、結局、うん、あれは全部でち上げなの。ドイツが負けるから、ドイツ軍の一番頭いい軍隊が死刑を受けないために死刑されたことになって、で、新しい名前を与えて、それはオデッサなんですよ。
オーダーソファイルってあるよな。そう、あれは実は要するにそれほんのわずかを見た人いるわけ、その、うん、で要するにタッチの悪いやつ南米亡命で、あのまだいいっていう方は、アメリカ国内に。あれ映画でもあったけど、あれ本当実際の組織だったってことはどんどん証明されてくる最近。そうそう、だから実際にクナリスはヒトラーとの総統陛下で、クナリスの次はブッシュ、パパブッシュが総統陛下なの。あれカトリック教会だから、スカラーのボンドもね、ドイツの方からの流れ。そうだから。武士のおじいさんがもう まさしくね、ナチスね、あの援助してた。そう、あれトゥーレ教会なんです。トゥーレ教会、はい、だからキリスト教会が全面援助してるから、うん、これお母さん笑う気で死にかけたもんね。え、どこでお母さん笑う、あの人は飛行機で飛んでるとこ撃ち落とされてるじゃないですか。あ、お母さん、惜しかった。